日本でもカジノ法案が成立した際のメリットとデメリットを教えてください。えっ、ー、と、まあ、あの、カジノを作った場合にすげえお金がかかって、で、地方自治体がそれを払うことになるので、その地方自治体が結構借金が増えて大変だよねってことになります。で、多分そのカジノを作ると、あの、海外からお客さんが来てお金をろすんです落とすんですって言うんですけど、残念ながら、あの、わざわざ日本のカジノに来てお金を落とす人はほとんど増えないと思います。